江戸っことは、徳川時代の江戸で生まれ育った住民を指した言葉で、特定の気風を持ったものを指すことが多い。江戸時代初頭の日部屋入りへの埋め立てなどにより、江戸城と武家屋敷を取り巻く広大な創価前が構築され、江戸は、大江戸808丁とも称される大都市へと発展を遂げ、近世日本を代表する都市の一つとなった。武家による都市の生成とともに、 その立地から各町に商工業が流盛し、江戸文化に見える気質を持った都市住民が各町で成立した。俗用の粋な深川、稲瀬な神田などに代表されるこのような気質を持った江戸庶民を江戸っ子と称した。江戸住民を指す故障としては、古くは江戸物と呼び、明和以前には江戸っ子という表現は見受けられない。文献上の最古のものは、 明和8年に作られたと思われる川柳、江戸っ子のワランジを吐く乱がしさという句である。また、完成9年発行のシャレ本、クルワツー有史にも、江戸っ子という表記が見られる。文化文星年間頃には、江戸っ子を自称する者が増加しているという指摘がなされている。この頃には、江戸っ子は、船舶で、向こう水で、喧嘩っ早いという形容がなされていた。 浜田義一郎、石本春、西山松之助らは、江戸っ子の成立は、名脇からであるとし、三田村縁御、竹内誠、川崎坊五郎は、文化分世期に成立したと見ている。また西山は、江戸っ子概念の源流は、宝暦期の紀の国や文左衛門、奈良や重左衛門といった、遊閣で男立てを競った豪商たちにあるとしている。江戸時代に、 近世日本を代表する都市の一つとなった江戸は、武家の町として発展するとともに、特色ある文化や気質を持った江戸庶民が派生した。多くの研究者は、江戸っ子の性格として、見栄坊、向こう水の強がり、喧嘩っ早い、生き方が船舶で軽々しい、一人よがりなどの点を挙げている。また、江戸っ子は三代続いて、江戸生まれでなければならないという概念もよく知られている。 また、江戸っ子の性格を表す表現としては、江戸っ子は五月の恋の吹き流し、江戸っ子の生まれ損ない金をためという川柳に見られるような、江戸っ子は、酔い越しの銭は持たぬという金離れの良さを表した言葉がある。現代に見られる類型的な江戸っ子像として、金離れが良く、細かいことにはこだわらず、いじっぱりで喧嘩早く、ラジャレばかり言うが、議論は苦手で、 人情家で涙にもろく正義感にあふれる、粋で稲瀬な,などと表現される短期、気が早い、などとも言われ、江戸子気質などとも呼ばれている。江戸っ子の研究の先駆者である、三田村遠魚は、こうした、江戸っ子は、いわゆる町の表通りに住む、町人とは異なり、裏棚の長屋に住む火消し、武家奉公人、日雇いの左官、大工などが、江戸っ子の頭文にあたるとしている。三田村は、 東海道中膝り毛や浮世床等で江戸っ子をからかった者が多いのは、こうした江戸っ子たちが本を読むことがない無学なものであったからとしている。三田村は幕末に至る景気交代の中で、こうした江戸っ子たちは徐々に姿を消していったとしている。九百八十年に江戸っ子を表した西山松之助は江戸時代に表された江戸っ子に関する書籍を調査し、 江戸っ子を、自称江戸っ子と、本格の江戸っ子に分類した。それによると、徳川将軍家のお膝元である江戸に生まれ、酔い越しの金を使わない、馬日傘で過ごした高級町人、市川團十郎をひいきとし、息や針に男を磨く、息のいい人間が、本格の江戸っ子像であるとし、喧嘩っぱやいなどの性格は、この変形や反面に過ぎないとした。 天明記の下作者さん東京殿は、こうした江戸っ子をデフォルメし、江戸っ子を自称する人物を作品に登場させた。京殿は1787年発巻の通幻層間がきにおいて、清いだった空回りする江戸っ子を描き、多くの支持や流を生んだ。通幻層間がきには、以下のような江戸っ子の工場が記載されている。金の魚トラを睨んで、 水道の水を産湯に浴びて、お膝元に生まれ入れては、灰月の米を食って、上日傘で、蝶、金銀の木砂子は、時期に、道の久山も引きとし、吉原本田の放筆の間に、安房和ずさも近しとす、墨水のも中落ちは食えず、本町の門屋敷を投げて、大門は、人の心の花にぞありける、江戸っ子の根性骨、万事にわたる日本橋の真中から、山、東京殿、 通言相間が空き、しかし完成の改革によってこうした著作は反体制的であるとして弾圧された。一方で、天明期の下作の支持者であった魚菓子の魚トンや札差したちは、江戸子概念に誇りを持ち、継承していった。一方で、西山は文化分世期になると、仮想町民が文化活動に参加するようになり、江戸子を自称して、 辛い割りを始めるようになったとしている。大友龍太郎が演じる一心助け。天下のご一見番を一見する男明治期以降は、江戸落語、講談、映画などで江戸っ子の姿が描かれてきた。この時期に広まった代表的な江戸っ子像が一心助けであり、映画やテレビ番組で広く知られた。江戸落語では、三能文綿、神田明神の信者、小町に生まれたもの。 親子三代にわたって、江戸下町に生まれ暮らした町人などとされている。祖骨長屋や,いや大仙参り、たらちねなど、江戸っ子を登場人物とする演目が多く見られる。熊五郎、八五郎は、こうした江戸落語に登場する、長屋に住む江戸っ子の代表的なキャラクターである。小説では、夏目漱石の、坊っちゃんの主人公が、江戸っ子を自負する人物として描かれている。 またテレビドラマ、映画シリーズ、男はつらいよの主人公、車とラジロー、漫画では、こちら、葛飾区亀有公園前発出所の両津勘吉、猛烈あたろうのあたろうなどが、江戸っ子のキャラクターとして知られている。下町の出身であるビートたけしは、江戸っ子的なキャラクターを演じることが多い。鬼瓦剣作りや、火薬伝ドンといったキャラクターなどはその典型である。 けしは、折からの漫才ブームで髪型言葉を儀した話し方が蔓延した中で、江戸言葉で通すことを意識していた。旧江戸地区以外の全国にも、江戸国旗質を広く知らしめている。高度経済成長期以降に、東北地方を中心に、全国から大量の人口が移入定着したことに加えて、バブル経済による、いわゆる地上げによって、地域を離れた住民も多く、 実態としての、江戸っ子は消滅の瀬戸際にあると言われており、江戸言葉を喋る昔方木の江戸っ子は少なくなっているとされる。江戸期から代を重ねた住人と、明治の東京解消以後に代を重ねた住人とを区別して、東京っ子と呼称することがある。関東大震災や東京大空襲が、江戸っ子衰退の原因であるとする向きがあるが、江戸文化は災害に対して、 極めて耐性があることが特徴の一つであり、現に災害ごとに、江戸の規模が拡大されてきた歴史があり、震災を受けていない、京都の都市文化が衰退していることからも、震災や震災とは関係性が薄いとされている。近年、江戸っ子と故障する条件の厳しさから、おおむね東京急市内の地域の住人の間で、同じ地域内で台を重ねた住人に対し、 この名称を好んで使う傾向にある。チャキチャキのという言葉を関して表現されることもあるが、これは、喫水の江戸っ子であるという強調の意味である。元は、長男の長男を意味する、着々がなまった言葉。東京一極集中に伴い、日本全体では14歳以下の子供の人数は減少し続けているが、東京都だけは増加しており、2019年現在では10人に1人が、 いわゆる東京っ子という状況になっている。ありがとうございます。